どうでしょう、調子は。話しかけないで。めちゃめちゃ集中モード入ってますか。プロだから。まあ一匹はね、釣ったけど、うん、しかも刺さり方が、あの普通に口じゃなくて腹に刺さったから。あれ謎だよ。謎だよね。ちょっと見せてよ、釣ったの。これ。かわいいでしょ。かわいらしい。こいつの腹に刺さったから。ごめんね、本当に。どうやって刺さったんだろうね。多分めっちゃ今なんだよ。餌の付け方はもうこれプロだな。ああ、そう。涙型これ。ああ、いろいろ形があるんだ、ね、そう、洗練されてるから。研究に研究重ねた結果こういう風になった。なるほどね。一匹しか釣ってない。横にも。来るぞ来るぞって言ってさ、ね。プロがいたよ。ダメだな。なべたさん調子どうすか。釣りは喋るもんじゃないんですよ。ああもううざい。喋んないでくださいよ。集中してる。集中してるんですか。釣りはね、ずっとラウンドワンでねやってたからね。自分はできますよ。クソ野郎だろお前。じゃあお前違うことやれよお前。釣りじゃねえよそれ。でも今んとこおなぶたがね一番いいよね、成績が。でかいよね。うん、まあ、おなぶた釣ったのがこれ。まあキャリアですね。なんか似てるよねおなぶたにね。デブだから。お前息を取ってるおい。ほらいいのそんな荒々しい口調で。いいっすよ。ダメだよ。何ですか。いや、釣りやってる時はやっぱ荒ぶっちゃいけないんで。釣れてない人がよく言う。うるせえ。うわもう釣りてえ俺も。まずゴーさんは自分に餌の大きさのチャチャを入れてきて、こんなんじゃ飼育員だって言った瞬間に釣りましたから。誰が飼育員だったの。あんたが飼育員だよ。クソガッ。餌あげてる。俺釣れてねえから何にも言い返せない。腹立つわ。最初自分に指摘したのは恥ずかしいな。自分釣れてるんですか。あ、釣れてない、ごめんなさい。じゃあ貸せ、もう俺がやる。無理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 。